1>, 1番、文部科学省研究振興局基礎基盤研究科の渡辺篤課長から、令和4年度 WPI 公募のポイント。2番目といたしまして、宇川明 WPI プログラムディレクターから、WPI の理念及び趣旨につきまして、それぞれご説明をさせていただきます。それでは、1番目の議題といたしまして、令和4年度 WPI 公募のポイントにつきまして、 資料の一番に基づき文部科学省からご説明をお願いいたします。はい、あの文部科学省基礎基盤研究課長の渡辺でございます。え <laughs> 本日はお忙しいところ説明会にご参加いただきましてありがとうございます。あの私からあのこの資料一に基づきまして、えー、令和四年度の新拠点構想内容についてご説明したいと思います。<laughs> で、あの一ページあのお見送いただきたいと思います。 まあその令和4年度の公募の,の主なポイントでございますけれども、新規拠点の方向性ということに関しましては、その優れた研究環境と極めて高い研究標準に誇る、目,目に見える研究拠点を形成するということでございまして、えー、まあ新型コロナウイルス感染症の影響もありますけれども、まあ、その中でもまあ国際図度循環というものをさらに進化していきたいというふうに考えております。えー、後ほどご説明しますが 新しいミッションを最近策定いたしましたのでそういったミッションの下で世界トップレベルの基礎研究拠点となる構想3拠点を公募するという予定でございますその新ミッションにつきましては従来のミッションはそのトップサイエンス分野融合そして環境の国際化研究システム改革というところでございましたけれどもそれを少し見直しまして まあこの今出ております。けれども、3つのミッションに組み替えております世界を先導する卓越研究と国際的地位の確立、そしてその国際的な研究環境と組織改革、そして時代を先導する活動ということで、この特に時代を先導する活動のところで新しい観点が含まれている状況になっております。少しその。 取り組みの方向性についてもご説明しますと、ここでその世界最高水準の研究成果であったり、分野融合性と多様性による学問の最先端の開拓ということが含まれております。また、この評価の観点には、そのジェンダーということで、多様性についても評価の観点として入っているということでございます。まあ、2番目ですと、例えばその国際頭脳10の達成であったり、下にありますけれども、効果的、積極的かつ機動的な組織運営。 いうものが今まで戻して入っていいるところでございます 3, 3番目の枠ですけれどもここにその基礎研究の社会的いい価値ということが今回加わっておりましてそのその基礎研究の,そのインパクトを社会にしやしめるアウトリーチなどがやっぱ重要だということで加えておりますまた次世代の人材育成ということでその高等教育段階からその後の職業人生まで書いてありますけれども今まで研究者だけ をもっぱりその評価の対象としていたわけですけれども、例えば博士課程の学生などの育成についても評価に入れたということでございます。また3番目にその内政化を見据えた拠点経営とことは、これは今までずっとお伝えしたところでありますけれども、一応評価の観点にも入っているということでございます。まあ、こういったその新民主党に沿って、拠点採択を行いたいというふうに考えてございます以上でお願いします。 そして対象機関でございますが大学、大学を接する法人、えー、共同利用機関法人、えー、原発法人、公益法人ということでございましてすで、えー、に、その採択、WPA が採択されている法助機関も申請可能ということにしております。ただそのお、新ミッション、 で採択された拠点を有するホスト機関については進出できない、まあ、簡単に言います今、経緯権に関しましては、今年度はそのご遠慮いただくということになってございます。またその、すでにその既存の拠点を運営しているその機関におかれましては、やはりその複数の拠点を持つということに関しまして、ちゃんとそれがその領地できるのかということをその厳正に確認させていただくという予定にしてございます。 そして採択検診につきましては先ほど申し上げました通り3拠点ということで総額70億円を上限として10年間支援で初年度上限額は約7億円あの昨年はその半年分ということでございましたけども、今年はちゃんと7億円を用意できるという予定になってございますそして支援内容は人件費、事業推進士旅費設備備品費ということであの研究プロジェクト費研究費についてはもの除かれるということにご注意願えればと思いますそして 対象研究領域でございますけれども基礎研究分野ということでただその応用の展開を目指すものも含むということでございますそして原則としては異分野の融合これ重要でございまして分野を融合させてその将来的にその重要な学問分野学際的な学問分野を発展させていくということが重要でございますねそういうものを募集いたしますそしてその人文社会科学を主とした自然科学の融合領域も対象としたい いうふうに考えてございます。まあ時々言われるんですけれども、その外の機関と連携は必要かという話がございますけれども、それはその必要であれば連携してあって、どちらかというとちゃんとその融合分野なりその基礎研究が発展されるそういう中身が重要だというふうに考えていただければと思ってございます。そして次のページでございますけれども、拠点のその主なプレイヤーとして拠点長がございますけれども、いやその10年間 ちゃんとその拠点における研究をリードしていただきたいと思っておりますし、その顔としても、拠点上に専任,専任として携わっていただきたいと思ってございます。そして、事務部門長でございますけれども、拠点地を事務管理面で補佐していただく。 そして、研究者が快適にいい研究できる環境を提供するように見つめていただきたいということでございます。そして、拠点を構成する研究者につきましては、まあ、世界トップレベル研究者はま7名から10名程度。またそれ以上の研究者を揃えていただきたい。また海外からする招聘する研究者外国人研究者が2割程度。まあそれ以上。 を目指していいいたただきたいとということそして、は全体の話になりますけどポスドク研究支援員、ま、た事務スタッフを含めたその総額の規模でございますけれども、70人から100人程度を目標にしていただきたい、まあ、ここにはそのいわゆる大学院 RA なども入りうるというふうに考えてございます。そして研究者のの割割合の3割以上は 外国人研究者で締めててていいいいたたただだくようにしていただきたいと思ってございますそしてこれもよく聞かれる話でございますけれども、すぐにこれをその、規模を立ち上げないといけないのかっていう話でございますけれども、これあの、その瞬間はさすがにむず難しいと思っておりまして、まあ、なるべく早く立ち上げていただきたいと思ってございますので、2、3年ぐらいかかることもあるのかなというふうには考えてございます。 環境整備でございますけれども、使用言語は英語環境ということで、英語によるその職務遂行が可能なスタッフを集めていただきたい、そして研究資金につきましては、先ほど申し上げますとおり、こちらの,その補助金の対象ではございませんので、えー、同等以上の,そのリソースをホストの方でちゃんと確保してやりた,たい。 いただきたい。ま競争的資金であったりとか、まあ、もしかその研究環境という面ではその建物などのその現物の供給というものはあり得るだろうというふうに考えてございます。熱めてくださいします。えっ、ー、と次はその先ほどもご説明しましたけれども拠点構想のま要件ということで、ま新ミッションでの今回は評価をするということで先ほ。 そいった基礎研究の社会的であったり人材育成、また既存組織との再編と一体的な研究拠点構築についても評価対象になるということでございます。また、ホスト期間のコミットメントということで10年間育成しその後もその支援終了後も自立化できるような取り組みということで支援期間中から期間を挙げての全面的な支援を行っていただきたい。例えばその 以下に示すようなそのコミットメントということで、えー、既存の組の再編などの方針の表明、まあ、今後の計画スケジュールなどをちゃんと示していただきたいまたその人的財政的やその中での,その規制緩和のようなその制度的支援であったりとか支援終了後の自立化のために必要な支援であったりそのこの WPI をお 育成して得られた成果というものを、大学などの期間全体へちゃんと展開波及をしていただきたいということを、ちゃんとコミットメントしていただきたいということでございます。次のページはあの今でも申し上げた。その補助金の町との具体例ということで、あの人件費であったり、需要推進費、旅費、設備品費のマネージをさせていただいている資料でございますので、ご覧いただければと思います。じゃあ次のページになりますけれども。 最後にその審査のスケジュール等でございます、まあ、審査体制はその外国人有識者を含む外部有識者からりる委員会、まあ、あのプログラム委員会と呼んでおりますけれどもここで2段階の書類審査と最後の,その拠点庁候補者補助金 学長などからのヒアリングを行うその審査の3段階の審査を行う予定でございます。まず、あ、一次審査、書類審査ということで、7名程度の社によるその審査委員会を立ち上げまして、いくつ出てくるかによるんですけれども、大体その10件程度をここで絞り込むという予定でございます。その後、二次審査とということで えー、その一次審査で選定された拠点構想から、まあ、さらにその追加の資料、二次いい審査申請書のいただきまして、えー、メールレビュー、書類審査を行って最大,6最大6件に絞り込むという予定でございます。そして三次審査でヒアリングを行うということで、えー、拠点庁候補者、ホスト機関長からヒアリングを行いまして、まあ、3点の拠点構想を採択するという予定でございます。えー、スケジュールにつきましては まず一位審査申請書につきましては3月29日午後5時までに提出していただきたいそして一位審査を通った拠点構想につきましては第2次の審査書を6月1日の5時までに提出していただきたい。 提出していただきたいとこのように進めたいというふうに考えてございます第三次につきましてまたご相談差し上げたいというふうに考えてございます簡単でございます私の説明は以上でございますありがとうございますはい、渡辺課長ありがとうございました続きまして WPI の理念及び趣旨につきまして資料の二に基づきウフカープログラムディレクターからご説明をお願いいたします はい、WPI プログラムディレクターをしております、羽川晃でございます。私の方からは資料2に沿って、WPI プログラムが何を目指しているのかということについてあの、えー、ご説明したいと思います。渡辺課長のご説明と重複するところもあるかもしれませんけれどもあの、申請を組み上げる上で参考にしていただければ幸いです。えー、次ののページをお願いいしますでますず WPI プログラムの目的については 従来からもいろんなところで言われておりますし、公募要領にも書かれておりますけれども、第一線の研究者が世界から数多く集うような、優れた研究環境や待遇、極めて高い水準を誇る目に見える研究拠点の形成を目指すということでございます。もちろん基本にはは我が国のの研究力を向上上させたいとその上では あの従来のシステムではなく新しいシステムを作ってさまざまな取り組みをして魅力ある研究拠点を作っていただきたいとそういう考えがあるということはもうこれもあの以前からあのずっと言われてきているということでございます。次の紙をお願いします。あの2007年度に WPI プログラムが開始されてまあ現在で15年だとまあこれもよくご存知かもしれません。全部で14の WPI センターができております。 あの日本各地に設置されているわけですけれども、あのまあ最初に設置された五センターから始まって、最後はあの昨年に採択された KEK の QUP に至るまで、全部で十四のセンターがあるということになります。まああの WPI の目指しているところはどういうところかということについては、あのこういったすでに既存の WPI センターも あの非常に参考になるのではないかと、私は思いますので。あの申請を組む上で、あのこういった研究センターについても。あの調べていただくのも、あのとてもいいことではないかというふうに思っております。次のページお願いします。で、科学でありますけれども、これはあのさまざまなあの分野の科学が行われていると。えー、例えば、あの宇宙ですとか、地球と生命、あるいは知性の起源といったような。あの、まあ、基礎研究、基礎、基礎研究ですね。 それから生命に関するサイエンス、材料、エネルギー、から最近では計測、情報に関するサイエンスも追求されています。まあ、あのあの一つ特徴的なことはあのいろ、単の一つの分野ではなくて、複数の分野にまたがるような研究が行われているところが多い。でこれはあのちょうども申し上げますけれども、WPI プログラムとしては、フュージョンですね、分野融合。 これを追求してもらいたいというところがありますので、それを反映されているということになります。次のページをお願いします。それで、WPI の目指すものというところについては、やはりミッションですね、ミッションに明確に書かれているので、渡辺課長の説明にもありましたけれども、改めてこのミッションについて、ここで説明しておきたいと思います3つ大きな項目があります。 1>, で1番目は研究に関することですね。で、2番目が、えー、組織に関すること。それから3番目が新しく加わったということですけれどもあの、時代の価値創造ということになります。まずあの研究については、やはり世界最高水準の研究をする研究所でなければいけない。で、合わせて、えー、分野融合、えー、多様性によって学問の最先端を開拓していくと。でこの2つがあの方向性として大きな あのテーマととといいうことになるかと思いますそれから国際性に関しては、えー、国際的な研究環境に関してはあの、まあ、あの国際的な頭脳循環それからまあ国際的な、えー、分野、えー、と失礼あの組織それから人物組織の在り方、えー、そういったものを追求していただきたい,い,たきたいということですね。から時代の価値創造については、まあ、これ新しくありましたけれども基礎研究の社会的な意義ですとか価値 でこれをあの社会にあの、えー、幅広くあの伝えていただきたいという点、それから、えー、時代の人材育成で、大学院生から始まって若い研究者、でさらには新年、えー、の研究者と、そういうあのキャリアとしての,あの研,究研究者の,あの人材育成、でこれもあの大事なことということになります。それから最後が その WPI センターそのものの価値の維持という観点でホスト機関にはそれを見据えて拠点の運営それから支援をやっていただくというのがミッションということになっております。次のページお願いします。それであのそれぞれあのもう少し噛み砕いた言い方であの目指しているところをあの、えー、ご説明したいと思うんですけどもまず研究に関してはやはりその基礎研究っていうのが イノベーションの基盤であるとあの、出口思考の研究ではなくて、むしろ基礎研究をやることによって、大きなイノベーションにつなげていくと、でそういう意味で基礎研究を重点的にやっていただきたいということであります。でもちろん、OA の展開を含ん,含んでもよいわけですけれどもあの、視点としてはあの基礎研究ということであります。それからもう一つはすで、えー、にあ,の、まあ、ある ような研究分野でそれを深掘りするっていうことももちろんあの新しい研究価値を創造するという意味ではあの大事なことではあるんですけども、えー、それよりもむしろあの異なるものの見方異なる分領域、えー、これを融合させて、えー、そういうその新しいものの見方から新しいサイエンスをあの展開するとそういう方向性を追求していただきたいということであります。 であの申請の評価にあたってもこの点はとても大事な点として、えー、評価をされるということになります。えー、次のページをお願いします。それから国際化ですけども、あまあ一言で言えばあの我が国の研究者だけではなくてですね、世界中の研究者に集まってきてもらって、その中で研究を進めて、でそういうところで若手の研究者が国際的に育っていくと。でそういうふうなあの研究所の利用でそれが 研究力の強化のためにも必然的に重要なことではないかという観点であります。で、あの英語の公用語ですとか、それから、まあ、研究支援、生活支援で、そういったところにおける英語のサービスなんていうのも、結局、そういう世界,平世界標準の研究環境を提供するという観点から来ているわけで,であります。次のページお願いしますすそれから組織改革ですけども えとまあ、旧来の仕組みにとらわれないというかけ方をいたしましたけれども、やはり、えーまあ、トップダウンであの機動的に、かつその迅速な意思決定ができるようなあ組織運営、でこれをおやっていただきたいということで、まあ、あのトップには、えー、ともちろん拠点長が、えー、いてで、その下で事務部門長がいて、で全体的に、あのーまあ、いわゆる、あのー ボトムアップ的なあの合意形成的な運営よりはむしろあのトップダウンで、えー、運営をしていただくということを目指していただきたいということであります。それからあのまあ、これはあの国際交流の減少ということですけどもあのもちろんそのあの新型コロナがあって、えー、国際交流の機会が あの新型コロナのために極めて減少してしまったということもありますけれども、す、ま、で、あ、にその以前から、例えばそのあの、我が国の若手の研究者がなかなか海外に行きたがらないとかですね、でそういう意味での,あの国際交流の,あの頭脳循環の減少と、と停滞ということも言われておりました。まあ、そううういいったたよよななことを、えー、とをを、まあ、打破するるにあの様々な工夫をしていただけると で3番目のミッション時代の価値創造ですねこれについては3点ありますけども先ほども少し申し上げましたけどもまずつは基礎研究というものが社会的などういう価値を持っているのかということこれを社会に対して幅広くにいいといいというふうに考えているということになるかと思います。次のページお願いします。であの三番目のあのミッション時代の価値創造ですね。まあこれについてはあの三点ありますけえていくと考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 えていくとというものが、えー、とえてと考えいくと考えいていていということいとと考えていくとていくとてくく えー、広報しあの、伝えていただきたいというのが一つですね、それからもう一つは人材育成という観点から、えー、若手研究者だけではなくて、大学院生の,あの段階から、えー、WPI に、えー、WPI センターにそういう方々の活動を、えー、取り込んで,で、人材育成に、えー、役立てていくと、そういうふうな仕組みをあの考えていただけないかということになります。それから最後はあの その WPI 拠点そのものですけれども、それを将来にわたってサイエンスの価値を生み出す財産として維持していただくための支援、これを計画的にやっていただきたいというのが3番目のミッションということになります。次のページ、お願いします。で、あのまあ、今申し上げたことと関係しますが、ホスト機関の役割としては、 WPI センターというのは恒久的な組織として位置づけてで10年後の10年間の補助期間補助金支援期間が終わった後で自立した拠点として発展していけるようにその組織的な位置づけでありますとかポストの配分から建物研究設備の整備研究予算こういったものを10年間にわたってホスト機関の方で計画的に 実現していっていただく必要があるということになります。それから一方で、WPI センター自身は、ホスト機関の組織改革の,あの先導的な役割を担うということで、逆にあのホスト機関としては、WPI センターをあのホスト機関の組織の改革にえまあ言えば使うということを考えていただけるといいのではないかということになります。 次のページお願いします、まああの一言でまとめると WPI プログラムというのはさまざ、あ、まなボーダーですとかバリアを打破して我が国の科学をまた改めて科学化せようという取り組みということになります。で目指しているところはその世界最高数人の研究はもちろんなんですけどもそれを支える国際化ですとか組織改革それからさらに将来への価値創造というところまで含めたような あのプログラムであるというところが重要であると、えー、普通の意味での研究プロジェクトではないということを、ね、ここをあのよく、えー、理解いた,だけいただけるといいのではないかとで、まああの、そういったことを考慮した野心的な申請が、あのー、たくさん出てくると、えー、WPI プログラムとしては非常にありがたいということになるかと思います、はい、私の方からは以上です。